愛いな。マジマイクラやってる時心穏やかなんだよな。なんか いつも心穏やかじゃないみたいな言い方しちゃったけど本性表したねラナキュラ物騒すぎる。いや物騒なの、なんか海瀬だけだからな。あ、やべえ、もうどうせ見てないだろうと思って。ポンちゃんたまにお口が悪い。いいよ、何しゃべったのお前、マジで。お前何やその顔、ほんま何やその髪型、どうセットしたそうなんねん。なんで毛先だけ白いねん、こっち向くな。何やこいつ、ほんま なんでそのズボンだけ色緑やねん、意味わからんわそれ。何やほんま、うるさんぞおい、お前マジで何やその顔、カパンすんぞ50歩100歩ではそんなこと言わないでよ。海瀬は殴る、ポンとは刺す、やばいなろくでもない殴る海瀬、刺すポンと、天ヶ瀬何なんだろう。ごじる天ヶ瀬、謝る確かに。いや天ヶ瀬も言うて口悪いからなおはようございます。起きましたか。うるさい寝起き一発目、うるさいって言う人が口悪くないわけないじゃん。まああれ言い訳っていうか、まあ別にあれ機嫌悪かったわけじゃないって言ってたけど、機嫌悪くなくてもうるさいよ普通にやめとこ、怒られるわ。ラナキュラにまともな人いない説、いや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 、私がおるやないの。あ、なんか言った、みんななんか言った今、え、大丈夫、大丈夫、大丈夫かな、なんか言った今、なんか言ったかな今。いや別にこの右手君たちの方に伸ばしてもいいんやで、なんもないよな、な、みんなないよな一人テンション上がってるやつおるって一人テンション上がってるやつおるわ。そうだよな、よしよしよし、ほんとみんなみんなそんな訂正するんだと最初から言わないでくれよ、ほんと困っちゃうよ、まあ、こっちも好きだって拳出してるわけじゃないんだからさ、本当は困っちゃうわ。いや私右手出しただけだしな、その殴るとか言ってないしな、みんな勘違いしてると思うけど。 DV 彼氏の言い訳コメント欄のノリがいいことで私がどんどんやばい人になっていく。かまど炭治郎どうしよう、後でピッケル持って取りに来る。